臣民にわかるように言うなれば、身も心も神のものさから、毎日毎日神からいただいたものと思えばよいのであるぞ。それでその身体をどんなにしたらよいかということがわかるであろうが、夜になれば眠った時は神にお返ししているのさと思え、それでよくわかるであろうが、信仰磨くと申すことは、神の入れ物として神からお預かりしている神の最も尊いとことしてお使いすることぞ。8月23日神の1月2日の神。